やえもん、やえもんレディオ。この番組はワールドチャンプルーをモットーに世界の音楽をチャンプルーやえもん機がお届けするゆるいやえもんレディオとなっております。お届けするのは今日は三振のよしとうと、はい、ギターのりょうさです。はい、今日は荒森に行ってヤッシュは忙しいみたい。あの2人はね、もうめちゃくちゃ忙しいですから。一緒に声合わせていいよ。せーの。うらやましい。うらやましい。うらやま。俺たち、やーぐまい。やーぐまい。ぐまい。やーぐまいよ。俺、いやでも今日作ろうかな。曲、2作ろうかな。お願い、作って。1作ったから。2作って。お尻かゆい2作ろうかな。作ってお願い。今しかないから、これ作れるの、この時期。今日しかないからね。テーマはさ、フリーになってます。りょうさんにはツイキャス、俺は FM ナハさんに来てるやつを読みますね。オッケーオッケー、いいよ、お願いします。俺から行こうかな。じゃあお願いします。はい、じゃあ行きます。ちゃっちゃっと読むぜ。皆さんこんばんは。ムーミホさんです。コロナ感染なかなか収まりませんが、皆さん大丈夫ですか？東京は5000人超えたのですが、今のところ毎日出勤してますが、わお、かかってません。すごい、ムーミホさん。トークテーマスポーツでメッセージを送ったんですが、遅かったのか読んでもらえなかったので、今週のトークテーマはフリーなのでもう一度送ります。はい。私はドラマを見るより、やはり筋書きのないドラマであるスポーツを見る方が、考えられたシナリオより感動ができるし、頑張ってる姿ってかっこいいので大好きです。特に野球が大好きで、オリンピックのチケット野球に当選していたんです。しかも日程とかわからないので適当に申し込んだ日が7月31日の日本対メキシコ戦でした。おお、めっちゃ行きたかったのに無観客試合だったなんて悲しすぎます。私が生きてるうちに日本開催のオリンピックがあるのでしょうか？一度でいいから自国開催のオリンピックに行きたかったです。明日の野球の日韓戦の試合見ましたか？昨日の試合も興奮してしびれすぎてなかなか寝つけませんでした。皆さんオリンピック見てますか？オリンピックの中で何の競技が好きですか？ムーミホさん。なるほど。いやー、ムーミホさんはやっぱスポーツ好きだからね。ねえ。いや、野球やっぱすごいね。野球でソフトバンクかな、いやだ、ソフトバンク東浜なんか好きなのよ。あはは、あの島の出身の。そうそうそう、さあ、東浜とかさ、はいはいはい、うん、好きなの、ムーミホは。はいはいはい。うん、で、俺らもよく福岡の時何回か行ったさ。いや、一回、なんか、じゃね。あとさ、うん。八重門ほら、福岡ドームのヤフー、うん、あっちのところ何回かライブやってるよな。フォークスタウンで何回か外でやらせてもらいましたね。ね、あと沖縄居酒屋があっちであったんで。そう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 。あっちでもやってたよね。よくお世話になってたよ、福岡ドームは。ね、そしてまた向かいにハードロックカフェ福岡があってね。そうね、ハードロックね。ああ、今もあるんだろうか。あるんだろうかね。ああ、わからん。どうなんだろうね。もう全然行ってないからな、わからんけど。いや、大人になって行きたいよね、なんかね。なくなったって聞いたぞ。俺もなんかちょっとうっすら聞いた。ホークスタウンが。もうえ、マジでマジで。いや、ペイペイドームになってるから。え、ペイペイになってんの？そう、ペイペイドーム。あっさびよ。だからさ、全然わからんよ、もうら。いやー、もうやっぱりびっくり手だ。もう福岡びっくり手だ。そうよ、びっくりで、石垣にできたの知ってる？嘘つくなよ、お前。ほんとほんと、びっくりマンっていうのになってるっつって。嘘だよ。マジで、元のさ、オルテが。嘘でしょ？あれ、びっくり亭なの、あれ。びっくり亭の似たようなのを出してるみたいよ。え、じゃあびっくり亭ではないんだ。びっくり、あ、しかも、モンジャーマンの。うん、クマちゃん。クマちゃんがやってるって。あ、そうなんだ。手伝ってるのかな、が、ビックリマンを。だからビックリ、モンジャーマンとビックリマン。で、福岡の、そう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 。ちょ、いかんとね、昼間とか行きたいね。大ちゃん行ってきたみたい。やっぱビックリ棒もちゃんとあって、味噌もあって溶かして。嘘でしょ？キャベツ。キャベツと肉。はぁ、やばい、お腹空いてきた。今日俺もそんなご飯作りたい。
いや俺も帰ったら行こうかなと思って。だからなかなかさ、うん、今この感染状況だから帰れないわけよ。そうだよね。うん、しかもさ、うん、お盆も帰る予定だったけどわらば連れて。ああ、そうだね。ちょっと今なくなりそう。もう最悪だ。アギジャビオ、そうだよな。うん、だ俺らもまだワクチン持ってないし。だからね、どうしようもない、ね、そういうあれなのよ、今状況だからさ。で、なんだろう、この、なんだったっけ、野球見てますかっていうのがあったでしょ。見てる、両さん。両さん、ね、ずっと大谷選手見てるんですよ、大谷選手。うん、今日も大谷なのよ、やっぱり、投げて。いや、もちろん見てるよ。見てるけど、やっぱ大谷の方がめっちゃ気になってる。やっぱオリンピックと大谷といえば、この、はい、比重的にはやっぱ大谷の方がやっぱり断然あれなんだ。だから俺も、はい。最近、両さんに大谷翔平のお話するから、うん、僕も追っかけて見てみましたよ。どう。すごいね。すごいよ。でも35だっけ？そう。37。37やったんだ。それで、過去の大谷翔平の動画も見たのよ。うん、見た。やっぱ僕サッカーでしょ、僕ずっとサッカーだから。そうキングカズと対談してる YouTube があって。何それ。キングカズと大谷翔平が対談してるの YouTube で。マジで知らんぞ。めっちゃよかった。なんか今日もうこれ終わったらすぐ見よう、うん、レジェンドたちの会話はやっぱいいね。やっぱあの同じ日本人としてこう、カズはブラジル、大谷翔平はメジャーとかさ。なるほど。ねえ、やっぱ好きだから続けてたんだってよ。なんか。やっぱそっか。うん、だから自分に照らし合わせて、あ、俺たちも好きだから40過ぎてもやってるな、みたいなさ。そうね、じゃないとやばいよな。規模は違うけど、レベルは違うけどさ。で、俺らはさ、ヤエモンは65、70だったのやるさ、絶対に。もう80までやりますよ。やるよ、本当に。パイプ椅子付きで。もうやりますよ。やりましょう、本当によ。やりますよ。あのもしかして俺天敵持参で85分で天敵間違えるかもしれんから。そうそう、もうもはやもうハゲてるかもしれませんけど。まああれはそれつるっぱげよ、それはもちろんつるっぱげでいきますから僕は。ああね、やりましょうね。やりましょう、本当に。いやでもやっぱ大谷いまだに今日も6勝目あげますから、投手で6勝目。すごいね。打ってよし、投げてよし、走ってよし。もう今日なんてもう1点にしか抑えてないですから、すごいですから。サビよ。ただバッティングがね、ちょっと今、不調なんですけど。へぇー。まあ、全然、俺が、持論ね、うん、の人、うん。オリンピックが始まってるでしょ、日本で。うん。でも大谷翔平の話題で今、持ちきるなのよ。あ、そうなんだ。大谷はもうオリンピックを忖度してごめんなさいってことで今わざと打ってないのよ、今。そうなの？そうですよ。だからオリンピック、はい。すごいね。はい。オリンピックが8日に終わる、もう終わるか、そろそろ終わるでしょ？はいはい。もう終わった時からババンって、ババババって打ちますから。パッパッやべえ。はい。これをしたら間違いない。うん、じゃあ次のお便り読みますね。はい、お願いします。全国のサラファン皆さん、こんばんは。神奈川県からピチムンです。ピチムン、はいはい。ありがとうございます。全国的にコロナウイルス感染増えてますね。嫌なコロナね、うん。感染しやすいそうですが、やることは1年前と変わりません。改めて、うがい、手洗い、励まし合い、あなたの愛があなたとあなたの大切な人を守ります。さて、今日はアルモさんがお忙しいようで、テーマはフリートのこと。将来の食料不足に備えて、昆虫食が注目されていますよね。私は佃煮食べたことがなくて、イナゴじゃなくてちょっとエビっぽくて美味しかったです。でもタイでトービラを出された時はちょっと手が出なかったです。ヤエモンのメンバーの皆さんは昆虫食いかがですか。ピチムンさん、これピチムンさん、俺にぴったりの来た今。リョウさんになんかトライしてたよね。ずっと昆虫って言ってるんですよ俺は。すげえ。本当にもう絶対いつか食料なくなりますから。あの、やっぱり畜産とか今あるじゃないですか、いろいろ。はい、うん、それがね、やっぱね、どんどんなくなっていくと思います、うん、やっぱり。確かにね。うん、だから、肉もね、肉っぽい何かが出てくると思うんですよ。
あ、今大豆のお肉も出てるけどね、大豆作ってる、ね、そうじゃなくて、なんかフェイクミート今流行ってるんですけど、フェイクミート、まあ、おフェイクミートっていうのが流行ってるわけよ。いや、どんどん今から来ると思うけど、肉、うん、本当に大豆ミートよりももう肉、フェイクミートっていうのが出て、うん、出てて、それに今移行してる、来ると思うわけよ、やっぱりね。だからそれで、ちなみにロサリが今まで食べた昆虫の中で一番、うん、あ、これうまいやつさっていうのはある？俺ね、バッタ。バッタ。え？バッタ？いや、マジで、マジでうまいよ。いや、マジで。いや、これは冗談抜きにうまい。ただ、イモムシとかは、俺、そんなにだったわけよ。だから、イモムシも。あ、もちろん、タイでね。全部食べて、俺の YouTube 見てほしい。よし、見て終わったら、俺の量産の。なんかあってもよさに、うん。あれ見てみて。うん。美味しかったよ。へぇ。俺、あれ食べて間違いないと思ったの。昆虫食、これから来るぞと。来るじゃなくて、こうなる。この20年、30年で来るって言うよね。来るんじゃない？俺、30年で来ると思うよ。で、タンパク質の、うん、ねえ、うん。これからタンパク質取るようになるんじゃないか。で、超ヘルシーだし。へぇ、両さんにはもう全然もう OK、来い来いやって感じなの。来い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 。もうガンガン来い来いよ。いやもうこれ食べていかんと生きていけなくなるぐらい。あ、まあまあそうそうですね。だから、いや、じゃあ、よしとなんか家の周りいっぱいあるさ。いや、あるけど昆虫、うちの犬は食ってるよ、犬は。犬が食ってる。食った後に俺をペロペロ舐める。で、舐めた後のほっぺにできものができた。やばいよね。いいね。じゃあ、こっちに来てるラスト。いいね、いきますね。はい、全国のお世話のファン、皆さん、こんばんは。京都在住、ゆけいさんです。ありがとうございます。はい、テーマ、フリーです。最近音楽を聴く時間が、車の中だけしかない私。そうすると、Spotify が便利になっちゃって、金馬商店は聞こえるけど、はい、ややもんきは全然聞けなくて、そうなのよな。ややもん Spotify に入れてほしいよ。僕らのふるさと聞きたいからリクエストします。ゆきえさん、これはもうアラモーニーニーにお願いしましょう。そうね、アラモーがなんだろう、落ち着いたら、ね、うん、めちゃくちゃ寝れないぐらい忙しいですから。もうめっちゃ忙しい。アラモーニーニーもうめっちゃ寝てないらしいですよ。めっちゃ全然寝てない。この間さ、アロモーと、うん、この話やったわけよ。本当忙しすぎて、ね、睡眠時間少なくて、はいはい、幻聴が聞こえるぐらいになった。やばいじゃん。本当に、いや、でもすぐ怖くて寝たって言ってたけど。怖いよ。ね、あれぐらい忙しい、あれぐらい忙しいから今。忙しいって言いたいな。そう、だからさ、うん、本当に。よしと昨日何時寝たって聞いて、よしと昨日何時寝たって。よしと。うん、昨日何時に寝た？10時半。ワンのわらばとファーナーと一緒の時間寝てるな。何時に起きたって聞いて、何時に起きた？ああいう人。朝の6時。ワンのファーナーと一緒だな、おい。俺のファーナーと一緒。もう寝るの早いし、朝は犬に起こされるし。いや、健康的だろう。ちなみに俺は、うん、俺何時に寝たか聞いて。りょうさん何時に寝てるの、いつも。昨日はね、夜10時。オリンピック見てないの。ファーナー寝かしつけたら、俺も寝てた。だからオリンピック俺、だろう、最後見れてないのだから。ファーナーがいる、肩にファーナーがついてるよ。10時ある。いや、もうどんどん大きくなるね。そうなんですよ、ゆうへいくんですけど。ゆうへいがもうちっちゃいおじさんの時見たよ。そうよね。どんどん若返ってきたね、りゅうへい。はい。ねえ、生まれる時はもうおじさんが生まれたと思ったけど。だからさ。どんどん若返ってるさ。だからね。ああ、石垣行こうね、つってね。ねえ、ゆうへい。イエーイ。あ、もう一件来ました。あ、お願いします。はい。ゆうしかさんからです。ありがとうございます。今日はなんとかリアルタイム間に合いました。沖縄やいまん、また台風近づいてきてますね。本当、うん。内地もそろそろ来そうで、オリンピックの日程に影響ないか心配です。ところで、昆虫食の話題が出ましたが、個人的には初心者には海外産の
台湾タガメのエキス仕様のタガメサイダーがおすすめですね。青りんごサイダーみたいで飲みやすいですよ。食べてみて美味しかったのはシルクワーム、かっこタイプの幼虫とバンブーワーム、竹に住むイモムシの丸ごとスナックでしたね。姿形はともかくサクサク食感で食べやすかったですと。ゆうしかさん食べたんだ。ゆうしかさん結構攻めとるね。そう、ゆうしかさんはね、結構あの爬虫類とかも好きで。あ、じゃあもう結構あの大丈夫な人は大丈夫なんだ。そう、ちょっとね、俺と似てるとこあるね、ゆうしかさん。あのカエルとか。1滴9出れるな、1滴9出れるな。出れる。うん。そうね、でもワームね、俺、ゆうしかさんが言った、揚げてあるワーム、スナックみたいに食べてるのは美味しいかもしれんけど、俺、生っていうかさ。釣りの餌だろ、ワームって。ちょっと半生の食べたのよ。あのね。やばいね。いや、あれはちょっと臭かった。本当にすごいね。俺ねまだなんか日本が作ってるあのイナゴの佃煮とかだったらまだ挑戦はできるけど。そうね、美味しいよね、イナゴの佃煮もね。ねえ、甘辛アクしてさ。だからさ、いや一回一個ね、考えてるわけよ人。おう、八重門ほら月の会社、八重門がほらどんどん、うん、八重門会社化して、おう、昆虫食会社にしよう。ちょっとそれは別でやってもらっていいですか。三崎ニニと一緒にやってもらっていいですか。いやいや、あれあるってことはまだ全然別なんだ。お肉とそういうのやってもマーミヤかまぼこと一緒にやってもらっていいですか。いや昆虫入りかまぼこ作るよ。あれ、あ、いいね、それいいな、それいいな、うん、いいな。そうだよね。だからさ、いっぱい来てるよ、もうあの有志さんも。呼んでってください。うん、お願いします。いっぱい来てる。ミッチーさん、沖縄の人はセミ食べるよねって。いや、昔でしょ。だいぶ昔ですよ。だいぶな。本当に。うん、もういっぱい見てる。ミカポン、ミッチー、カトちゃん、RN さん。あ、うん、RN さん、80歳のミルクムラリ聞いてみたいねって。これ、竜だな、これ。あ、そう。あとね、ブブカさんも見てるよね。うん、アニゾウさん、アラモンはどんな仕事してるんだろう。うん、アラモンは編集よね、映像。映像関係全般やってますね。もう機材、俺たちより多いからね。やばいよ、マジで。あれ、だからもう、沖縄の CM とかも担当してますから。うん。うん。うん、で、あとは、ミッチーさん。初心者は無印良品のコオロギせんべい。あるんだ。あるんだ。だからさ。無印出してんだ、すごいね、無印。いいな。ねえ、ゆきえさん、やえもん歌歌ってって、歌歌ってっていう人。じゃあ、僕らのおふるさとは、あなたの町にもありました。ああ、僕らのふるさとは出会いと別れにありました。イエイ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 。一口だけ。ゆうけさん、ありがとう。いいですね。いいね、いいね。イエイ、ゆうけ。イエイ。よしとかわいいな、おい。そう、さっき、自分のうんこで、うん、おむつで自分のうんこでかぶれてたからさ、今さっき薬塗ってあげたよ、うん、かぶれてた。パパ痛い、パパここが痛いって言ったら、うん、お尻だった。そうだ、ね、どんまい、そんな時もあるよ。そうやって大人になっていくよ。そう、いける。いや、よしと、でもあれだろ、なんだろう、新しい歌がのろしね。そう、あれいいな、あれいいぞ、あれいいぞ。ブルーハーツのような、なんかもう追いパンクができましたよ。いや、あれはいいぞ、ぜひ。どう、行こう、行こう。よし、歌うぞ。ちょっとやって、歌ってお願い、うん、雨降ってても風吹いてでもバカなやつだと罵られてでもやりたい夢は心の中にずっとずっと日は消えぬまま今登ってる崖
たがった道、膝が折れそうに、肩を貸すから掴まれよ、一人じゃないぜ、四本の足。反撃だ、今反撃だ、反撃ののろしを今あげろ、会えないけれど遠くの友が俺ののろしを見つけるように、っていう歌です。反撃ののろしでした。最高最高、イエイエイエイ。会えないけれど遠くの友に俺ののろしを見つけるようにみたいな、いいね、歌詞がまた最高に、いやもう本当にもうね、もう反撃ののろしをあげたいよ、もうこのコロナに対して。俺のね、うん、気持ちも歌ってくれてるから最高なんだ。これ今多分エンタメ業界に響くと思うよ、よしと、これは。おー、なんかもうやりたい、うん、もう。この前ね、先島チンパンジー、うん、綱川隆之と一緒に先にやりましたよ。うんうんうん。まさかの、隆之がギター弾いて、俺ドラムで歌ったよ。マジで？ドンパンドコパンドンパン。めっちゃ見たい、最高だね。おー、ほんとね。いいなぁ。次回は、ライブはどうなんですか？俺明日、ちょっと明日、ごめん、それ言うの忘れて、明日さ、うん、いよいよ、旧、は、はじめ、はじめ。あ、うちの元、八重門のメンバー、うちのバンドメンバーのこと。そう、沖縄で、レペゼン沖縄っていう店をしてるんですけど、ブランドしてて。そうそうそう。そこの、洋服屋で、音のなる服屋さんっていうイベントで、無観客ね、生配信を、うん、4人、うん、メカルジン、はじめ、俺、あと、うん、魂さん4人でライブする予定だったんですけど、ちょっと急遽やっぱこのコロナが多くなって、チューブも多くなってるから ね、そうで、僕が両者、俺がちょっと辞退しました、やっぱり、はい、何があるか分からないんで、はいはい、ライブ配信はする、まあ、なんもね、ほら感染対策はめっちゃするし、うん、やるんですけど、僕がちょっとね、何週間後にちょっと仕事が入ってるんですよ、大事な。子供は何名でしたか、ね、子供何名ですか。子供4人ですね。4人。じゃあ、うん、でちょっとね、だからそうなんで、ちょっとやっぱ僕辞退して、うん、まあでもいつか絶対また月1やりたいって言ってるから、これは。いつか人も参加しましょう、そこに。そうですよ、もうはじめさんは元バンドメンバーですからね。そうよね、シーサーボール。シーサーボール。やろうって言っても恥ずかしいからって言われるから、ね。交差点で100円拾おうかよ、ね。マジで。そっかそっか。でも、ライブ自体は配信をするから、俺見ようかなと思って、8時半から、俺、インスタとか SNS で流してるから、無料で見れますから、うん、ぜひみんなで見よう。うん、ね。うん、だからさ。本当そうだね。うん、だからやりたかったな。まあ、しょうがない。でも、いつかまたやる、できる。うん、まあ、しょうがない。全部コロナのせい。そう。全部よ。全部。い、ね、けるそうよ。だからすみませんね、皆さんで、あさって、明日はちょっと僕らそれ見てるんで、一緒に見ながらコメントしましょう。うん、お願いします。はじめの見たくない？はじめのライブ。はじめさん、久しぶりに弾き語りするんじゃない？あの人もドラムもできるし、弾き語りもできるし、あんな口どもってるのに歌ったらうまいし。だからよ。ほんとはデザインは上手だしさ。ねえ。だから木山の、これほら、このヨシオ来てる今。これはじめさんのデザインですか。はじめデザインで、木山のデザインも何個もしてくれてる。うん。何よりも、首里城が燃えたときに、すぐさま首里城のデザイン出して、チャリティーにしたのが、はじめさんですね。あれは新聞にもなったし、やっぱすごいね、あれ。やっぱ沖縄の魂があるよね。だから200万ぐらい集まったって言ってたよ。だからさ、ねえ。うんねえ、本当よろしくお願いします。宮城はじめ、レペ戦沖縄お願いします、うん。よろしくお願いします。お願いします。本当に。うん、ね、普天間に店があるからね。うん、お願いします。はい、よしと、もう時間だ。ラスト告知は、最近出演したマーミヤかまぼこのチャンネルにゲスト出演しました。
見た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 。ただ言ったりしてんだけど、あの今回は木山の話してるわけよ。だ見た見た。優作が木山のあの、うん、少子会を紹介した時の話をしてて。そう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 。そうそうそう。それぐらいですかね、僕のファね、あれは。うん、オッケー、じゃあまた来週、あの、うん、アラモニーにもね、ヤッシーも来れたら、ね、あれして、うん、また1週間、またもうめげずに前向いていきましょう。行きましょう。行きましょう。うん、みんなありがとう ね、見てくれてありがとうございます、ね。ありがとうございます。皆さんも、ね、楽しい週末を。ねえ、ありがとうございます。ダイヤモンドレディオでした。また来週。また来週。